チャオ、エリコです。今日はイタリア人にとっての美の捉え方についてお話ししたいと思います。例えば顔や体、容姿においてどういった特徴が綺麗、美しいと一般的に思われているのか、またどういった特徴が逆にコンプレックスだと感じている人が多いのか、もちろん誰かのことを可愛いな、綺麗だなとかかっこいいなって思うのは主観的だし、人それぞれの好みもあります。でも今日は一般的に見てイタリア人の友達にもまたいろいろ聞いて調査したので、最後までもしよかったら見てください。例えば日本では背が高い女性って本人は結構コンプレックスに感じている人が多いなっていう印象が私はあるんですけど、私は個人的に背が高い女性ってすごく憧れます。まあ私が背が低いっていうのもあるんですけど、私は156ぐらいしかないです。だからせめて160欲しかったなって思うんだけど、でも例えば日本で170センチ以上の人とかってなんか靴のサイズもないとか、自分だけ大きいの嫌だとか言う人結構多いと思うんですけど、イタリアでは背が高い女性は本当にすごくいいことだと思われてる。やっぱイタリアってその可愛いっていう概念がちょっと日本と違う。イタリアのテレビとか見てると、例えば番組の司会者が男性だったら、その横に立つ女性の出演者って大体その男性よりも背が高いんですよ。まあ、もちろんヒールを履いてるからさらに高くなるんだけど、もともとも高い人ばっかりですね。で、私の周りの男友達も、もし自分の彼女が自分より背が高くても全然気にならないっていう人も結構います。イタリアでめちゃくちゃ有名なファッションのインフルエンサー、キアラ・フェッラーニも旦那さんのフェデツより背が高いと思います。次、髪についてなんですけど、まあ、これはないものねだりで、イタリア人はよく日本人、アジア人の黒いストレートの髪を見てすごい羨ましい羨ましいっていつも言ってきます。髪型としては基本こっちの人はパッツンとかはあんまりしないみたい、まあいないことはないですけど、ほとんどみんなこういうナチュラルな感じとか、もうこう全部上げてお団子にする人とか、ポニーテールする人とか、またそのお団子もさ、適当にはいはいはいって適当に結んだだけで超おしゃれないい感じの無造作っぽいお団子ができちゃうんですよ。見て、私なんか超適当にしたらこのピン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 って跳ねちゃうのに、こっちの人さ、ゴムとか使わなくてもさ、こうやってねじってなんか鉛筆とか刺したらもうそれで止まるんですよね。私絶対髪の毛重くてそれ以上崩れてきちゃうんだけど。で、まああと金髪はやっぱり人気ですね。でもすごい黒髪も人気です。で、男性で言うとイタリアって男性はヘアカラーをほとんどしないらしいです。ヘアカラーしてる男性結構珍しい、本当に。で、なんでって聞いたら、なんかイタリアではまだ美しく見せるためにお化粧したりとか、もう髪の毛の手入れをしたりするのは女性っていうイメージが強いんだそうです。多分アーティストさんとか美容師さんとかぐらいしか染めてないと思います。あと顔のパーツで言うと、日本だと例えば、まあ、一重二重っていう言葉が存在するじゃないですか。アジア人には一重の人もいれば二重の人もいるんだよっていうのを言ったら、あ、考えたこともなかったって言われました。まあ、その概念がない。まあ、そうですよね。だってみんな二重だからそうですよね。で、こっちの人ってではあまり目に対してのコンプレックスはやっぱりそんなにないみたいで、それよりはやっぱり鼻は結構コンプレックス持ってる人多いみたいです。で、イタリアでは鼻が、まあ、高い方がコンプレックスで低い方が可愛いと思われている。でも、まあ、そもそも高い低いっていう表現もしないんですよね。鼻が大きい小さいっていう言い方をします。なのでアジア人は鼻が小さくて可愛いって言われます。例えば写真を一緒に撮った時に、その写真を見たら、私鼻だけ目立ってるとか、鼻のその形の表現が本当にいろいろあって、まあ、日本語でもさ、団子鼻とかわし鼻とかありますけど、イタリアはもっと細かくいっぱい表現があって、例えばナーズはパタータ、パタータってじゃがいもの鼻とか、わし鼻はイタリア語も本当にわし鼻と言います。ナーズはアクイリーノ。あとフランス人の鼻っていう言い方もあって、フランス人みたいな鼻は可愛いって思われてるみたいです。なんか先っぽだけヒュッってこう上にツンって上がってる感じの鼻のコンプレックスは本当に結構あるみたいで、そんなにわし鼻っぽくないのになって思うのに、こう平らにしたりとか、あと唇は、薄い唇はあんまり人気じゃなくて、やっぱこっちは
ぷっくりポテッとこう厚い唇の方が断然人気です。でよくヒアルロン酸入れたりとかする人いるみたいです。なんかイタリア語でいろんな鼻の形の名前について詳しく書いてる記事があった。あのダイアナ妃はワシバナ、これがナーゾはパタータ、これがジャガイモの花、へえ。あとナーゾグランデ、大きい花、と、あ、マリアカラスはナーゾグレーコ、ギリシャ、ギリシャバナへえ。なんかギリシャの花っていうイメージがまずわかんない。ナーゾストルト、あ、ちょっと歪んでるってことかな。ナーゾはプンタラルガ、あ、先っぽがこう幅が広いってことか。ナーゾペルフェット、え、これがパーフェクトなの？イタリア人にとって。へえ、そうなの？面白い。これ他にもいろいろありますね。でフランスの花はナーゾアラフランチェーゼっていうらしいです。私は個人的にこの花が一番可愛いって思います。そうだから、なんか花って高ければいいってもんじゃないんですね。最近日本でもアートメイクって流行ってますよね。眉毛、まあ、ちょっと入れ墨みたいな、だから化粧を落とした時でも、まあ、眉毛描いてるような状態、あとアイライナーとかもあるけど、イタリアも結構アイライナーよりはこっち眉毛の方が流行ってますね。髪の毛の色が金髪だったり色が結構明るい人ってこの眉毛の色も明るいから、すっぴんだと本当眉毛がないように見えちゃう人とかいるみたいで、アートメイクではっきりさせる。ただそのアートメイク、こっちの流行としてはやっぱ結構こうくっきりなんかもう描きましたみたいな、なんか自然な感じじゃないっていうか、なんかディズニーのお姫様みたいなイメージ。あとね、耳、意外とイタリア人が気にしてるのは、あの日本語でなんていうの、名前あるのかな、こう耳がこう立ってる人、なんかちょっと大きくて耳が正面からこう見える、それがイタリア語ではオレキエアズベントラって言うんですよ。ズベントラって内輪っていう意味なんですよ。だから内は耳、なんか私が日本のアイドルグループのアイドルとかを動画見せてたら、アイドルってさ結構さツインテールとかさポニーテールでこう結んでるじゃないですか。でそれでこうオレキアズベントラの子とかてか普通にいるじゃないですか。でそれでその耳が大きい子を見た瞬間に、あ、耳って言ったんですよね。オレキアズベントラって言ってました。あと肌の色、まあイタリアでは特に夏は小麦色、焼けている肌の方が人気です。美白はイタリアには存在しない。イタリアって日傘もないんですよ。日傘さして歩いてる人一人もいないです。あとこれ個人的に私が気づいたんですけど、日本人の女性って手先が華奢で指が細くて、なんかもう指輪とかが本当に似合ってて、でちゃんとネイルも手入れしてて、なんかもう本当に手先、指先が綺麗な人っているじゃないですか。イタリアでそういう、あ、手先綺麗、指先綺麗って思う人がいないんですよね。指の太さも日本人の女性って本当たまに指が細い子いるじゃないですか。イタリアの女性って結構みんな普通か、まあ結構太い子が多くて、で爪もあのネイルジェルとかする子全然いるんですけど、細長く見せるような爪の形じゃないというか、結構カクカクって四角だったり長さも短かったりして、だから指先がこう綺麗にスッと見える感じのネイルではないんですよね。で私も指がすっごいプクプク太くて、これコンプレックスなんですけど、だから指輪も全然似合わないし、指先が細い日本人の女の子めっちゃ羨ましい。であとその華奢っていう概念がイタリアにはない気がする。すごい痩せすぎ、ガリガリみたいな、ちょっとネガティブな意味の言葉しかイタリアにはないと思います。はい、ということで、まあほとんど女性に関することだったんですけど、まあ人それぞれねコンプレックスはあると思うんですけど、私もたくさんありますよ。でもまあ見た目のことを言い出したらキリないし、大事なのは中身です。はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。それではまたお会いしましょう。チビデマラプラシマ、チャオチャオ。